づいたテクニックがあるんですよ。何？持つじゃないですか。ちょっと気づいたテクニックじゃない。テクニックまでいけない。何？いや、やろうと思ったのが、うん、これ、うん、確実に殺せんじゃないと思って、先に自分のがポイントが勝ってたら。ああ、待ち伏せね。待ち伏せね。来いやってやって。あ、ちょ。おらあ、ダメかで、このゲームのルールを教えよう。はい、まあ、ジャンプと持ち上げるがあって、これですね。で、持ち上げて、こうやって積み上げることも可能。こういう風に。うん、ああで、基本的なルールは、こう、持ち上げて、ちょっと、死ねこうやってぶっ飛ばして相手を落とすっていう。これが、フォールガイズ。はいはい。俺の知ってるフォールガイズ。ちょっと、ここって、今度、ここ、ここ。後ろに壁があると、こんな感じで。死ね死ね。ただ、何回もダメージ受けると、吹っ飛び率が高くなるから、これがフォールガイズ。フォールガイズやったことないから、なんとなくこれが俺の中のフォールガイズだから。知らん。これがフォールガイズ。というわけでね、ちょっと始めよう。やりますか。おう。こんなもんでいいか。やりますか。デュエル開始。よし、勝負です。せーの、ちょ、あれ間に合うんか。いけ、あ、よしよしよし。あれ入ってるの、ここ。ちょちょちょ。これもしかしてさ、はい、穴掘っていく方がいいんじゃないの。いや、これ穴掘ってって隠してった方が強いっすよ、多分。うん。あ、ま、え危ない危ない危ない、違う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 、自分も分かんないぞ、これ。そうなんですよね。ちょっと待って、このゲーム深いぞ。あ、ちょっと待って、どうしよう、お前のところもう行けないんやけど。くちゃって、怖くてお前のところ行けないんやけど。さて、どうかな。あっ、あっ、よしよしよし、あっ、危ねえ、ちょっと、うわぁ、ちょっと俺気づいたんだよ。はい、こうやるだろう、こうやるだろう、はいはい、こうやれば、ほら、要塞よ、もうぶっ倒されても大丈夫。これ、自分の落ちるな、ここから、ちぇ、あっ、あうわ、マジか。このゲーム、あれ、やばいぞ、このゲーム。ちょ、よし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 、やばいぞ、このゲーム。このままいける、このままいける。あっ、あっ、あっ、何が起きた。あ、やばい、負けたー。ちょ、いきますね。20本ですよ、20本。 OK です。しかも、あの、後半に行けば行くほど、うん、多分、あの、カオスゲームになっていくっていう。うん、あ、穴は塞いといた方がいいな。おっ、なあ、あ、そっか、落ちてきたのか。そう、落ちてくるやつ威力高いからね。しかも、死ね、まだだ、おりゃ、あー、あっ、よし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 、おい、勇ましい。よし、これはいつの間にか逆転している。やべ、もう罠すぎて、うわあ、11対8対11、ちょ、罠すぎて涙出てきた。ちょっと、あ、ダメだ、このゲームどこ穴か分かんねえ、もう。そうなんですよ、もう分かんないですよ、後半行くと。ああ、でも自分も死んだか。
けど。あ、罠、罠か。あよしよしよし。よし。来るがいい。よし。よし、はまったはまった。やべえぞ、このゲーム。これ動かない方が勝てるんじゃないか。これ動かない方が勝てるんじゃないか。勝てるんじゃないか。これ動かない方が勝てるんじゃないか。ああ、動かない方が。よし、あと一本。あ、よし。ああ。違う、あと一本か。ああ。負けました。やった。うん、思ったのが、いや、あれができなかったんですよ。なんかここで掘って、うん、ここで掘って、ここだけ落とし穴みたいにできないんですよ、ね。なるほどな。2段だと多分そうできる。わかんないです。でも落とし穴がいいのかどうかみたいなのが最初のカオスゲーがあったんでちょっと悩めてるんですけど。まあやっていこう。塩梅が難しそうですね。あっ、ちょっと。よしよしよし。これも性格出ますね。罠作ろうとしたりとか。ちょっと考えても多分同じだよな。これは。よーし。よしよしよし。よしよしよし。あっ、あっ、これちょっと怖いぞこれ。そうそう。もう多分ダメージ蓄積があるはずだから相当やばいはず。あとはもうちょっとね、見えない穴が多すぎたぞ、もう。よっ、よっしゃ、めっちゃ太んだな。よし。あ、これ穴だ。よぶね。あ、落ちた。ちょっと今自分で仕掛けた穴なんやけど、あれ確か。ありがとうございます。そこに穴があることが分かりました。俺れ、死ね。よしよし。あれ、なんかスマブラで見たぞ。復帰が、復帰が、ちょっと待って。自分で仕掛けた罠が。よし。あっ、よし、死ね。まず1打目。俺、死ね。2打目。やべ、死ぬ死ぬ。よーし。あっ、危ねえ。怖っ、これ落ちた瞬間怖っ、これ。ああ、よし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 よ。運もあるからな。多少でも運がある方が面白いっすよね。うん、うわー、よし、ちょっとこれいい勝負じゃない？これいい感じの、確かに。うん、おりゃー、まだある。あー、マジか。どこにいるんだ。あー、よし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 。ちょっとそろそろ穴に落ちれなくなってきたんやけど、穴とか下に。そうですね、そろそろあの下側に結構罠がある可能性が。怖っ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 。あー、危ねえ。ちょ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 、あー、よしよしよし。やっぱ、やっぱ、あー、まだしない、まだしない。いや、ちょっと自分が持ち上げ、ちょっといい説明させて今。ああ、壊れるよ。持ち上げるじゃん。落ちるじゃん。ああ。あ、ちょっと待って。ちょっと。すげえ。このゲーム。めっちゃ今面白かった。このゲーム。あ、やばいやばい。あ、お。え、これは。あれ、もしかして。これお互い。もう下手に動けなくなりました。くしげも同じ構え。仕掛けた方が負けるぞこれ。よし、仕掛けたぞ。そっか、壁あるからこっちは有利なんだ。いけ。どうかな。あ、おおお、あ、マジか。後ろに壁ってか設置仕掛けたことだいぶ楽だわ。
精神的に。あれが起きないのがいいですね。このあの殺し合いで。うん。え、待って今何が起きた？何が起きた今？殺し合いで何？もしかして今の、うん、ちょっと一緒ですか？うん、試したいことは。あ違うか。あ関係ないか。今、うん、なんか物を取った瞬間に上から落ちてきたのかと思ってる。そういうわけでもなさそうですね。謎の現象で吹っ飛びました。これか。あ、今のどう、何が起きました。あのね、こ2段目とかここら辺を取ると上のが落ちてきて、上のブロックに自分で引かれちゃう。あー、なるほど。やるよ、うん、ボン、ほら。なるほど、了解です。理解しました。罠も仕掛けられるみたいな感じがします。序盤はですね、普通に殺し合いますね。うん、あとお話書きたいね。うん、よしよしよし。あとこれ結構壁を作るっていうのは重要だわ、背中に。あー確かに、一回耐えられますもんね。うん、よっしゃー、よっしゃー。全然気づかなかった今のは。いやー今のやべえ、今の自分で仕掛けておいてすっげー今。今のマジ気づかなかった。今の罠だよ。放っておいて隠したのさ。よし、あぶねあぶねあぶね。まず1段目、もうでも多分それで即死圏内だ。やべえな、背中バリケードあるからな、攻めづらいな。多人数だって、もっと今2人なんでなんですけど、うん、3、4人だったらあれですね、ダメージ蓄積見たいかもしれないですね。うん、一応は3人でもできるように作ってんだけどね、プログラム的には。やばい、もう、もうブロックの上ら後ろが怖すぎて、うん、ああマジか。よし、まだか。俺が作ったバリケードだよ。ありがとうございます。背中のこれが強いんだよな。バリケード張った状態で攻めるのがいいな、安心だわ。あ、マジか、死なない。これは想定外。よーし、死ね。うわー、耐えられないか。あ、ちょ、よし、引っかかった。あ、ちょっと、あー、あ、ちょっとこれ上の取るの危ないわ、これ積まれてるの取るの。これ、e スポーツだわ。いけ！あ、よし。やばいぞ、これ 2.5 って結構やばいぞ。このまま。くっ、あー！え？これ、バリケードあるからな、こっちは。あ、マジか、しかもあそこに穴あったのか。あ、だいぶ前の穴やね。殺意ありすぎやろ。死ね死ね死ね。めっちゃ連打してて。ああ落ちた。よし、やばい、5対5になっちゃった。ああ、バリケードが。ああ、耐えられないか。あれマジ忘れるわ。おおおお、あ、いやいや、ちょ、あ、よしよし。あ、あれマジか、なんで。いや、今俺が投げた、確か持って。いや、あ、ちょ、え、よしよしよし、あ、なった今。よしよしよし、死ね。あ、もう殺意最後か。じゃあ今から3本選手しようぜ。2本選手しようぜ。2本選手了解です。9本選手の2本。基本戦了解です。2先か。2先、分かりました。じゃあ負けたらどうする。
なんかルール追加します？何のルールか、ルール。あ、いや、その、ま、負けた時とかにこう、いや、まず、いや、どうしようかな。じゃあ、あれだな、今日のピザ、500円多く払うよ。了解です。OK。じゃあ、やりましょう。せーの。ピザーのエビバン勝負行こうぜ。よし、これはもうガチでやるしかないですね。おう。あ、よし。こう罠をせね設置する瞬間が楽しい。そう。いや、たまにこうその間に1本ぐらい殺しに行きたいんですよね、本来。うん。シュッ。あ、くそ。あぶねー。あ、おなんか今すごい動きになってた。吹っ飛んでる最中にジャンプするとそのまま吹っ飛び感性が残ったままだから。あ、ちょめっちゃ吹っ飛んだこれ今。今なんかやばい動きしましたね。えぐかったぞ、今角度が。あー、ごめん、今これ俺の近くのやつですよね。うん。よし、今のうちにステージを広くしておくっていうの手だな。なんか食らってる。うちょっ、えよしよしよし、いけ。戦略性あるぞ、このゲーム案外。結構ありますね。うん、まあ、後半で巻き返せる可能性が結構あるんですよね。どんどん落ちるからね。ステージがどんどんやばいことになっていく。おっと、危ねえ。広くてよかった。あ、よっしゃい。さっきから自分で仕掛けた罠に引っかかるんやけど。絶対殺す。落ちろ！あー、死ぬか。あのね、相手が下にいてブロック落とす瞬間が一番楽しい。当てるよりか。やべやべやべ、なに、あー、しまった、さっき同じことやっちゃった。なんかね、当てるより落とす方が楽しい。あの、ブロックを落として当てる方が。あー！よしよしよし。しっ！一回行くか。やべえ、背中にね、バリケードあって攻めるのすげえ楽しい。こっち絶対負けないから。ちょっと、あっ、ちょっとやばいぞこれ。あの、転生したとは怖い。よーし、やばい。広げたかったのにな、領土。おりゃ、あっ、ちょっと、ものすごい動きしてる。よし、おーっしゃい、負けた、勝利、聞いた。やべ、ルーザー下がり嫌になっちゃった。ちょ、危ねえ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 、今の。よっしゃ、序盤で一本取りたかったんだけど。くそ、今すげえ楽しかったのに。こいつ穴に落ちやがったぞと思って。それが作戦よ。陣地広げようと落としてるときが意外に危ないですよね。うん。あっ、ぶれ、ああ。よしよしよし。ちょっと待って、ちょっと待って、負けるぞ、このままだと。ああ、しやし。ああ、やったかー。よーし。
あっ、よしよし。食らった後ジャンプしちゃうんだよね、なんか。あ、それすごいわかります。なんかやっちゃいます。まずい、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 まずい。死ね。怖いなぁ、もう。よし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 。意外にあの殺した後の次の動きがよっしゃ、え、ああやばいやばいやばい、このアドバンテージを大事にしないと。一点取られるだけだいぶね、ちょっと精神面がね。穴あったの、え、やばいぞこれ、マジでこの天才やばい。あ、マジか。殺す気満々の動きやんのさ。絶対殺そう、やばいやばいやばい、よしよし、やばい、だんだん穴がマジで危ないことになってきた。いや、やばいぞこれマジで。今のは来た、今のは来た、ナイスプレー、終え。ああ、え、そ、やべやべ、あと1点。よし、やべやべ、降りる。あ、ちょ、やべやべ、今の見せてくれ。せめて1点は取るぞ、あとせめて、いや、勝つ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 。なるほどね。マジこれちょっとブロック置いて確認するの大事だぞ。ああ、マジか。よしよし、あと3点、あと3点。あーあっ、そうか。ああよっしゃ、負けたー。じゃあピザーラ